池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は1時三十分を回りました皆さんおはようございます池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いよう形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造する アセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは年収を月収にする奥越企業家アドバイザー、ビジネスコーチ、池田あゆみです。この番組はリファーナル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、 ご要望、ご質問どんどん募集しておりますメールアドレスは七九七アットマーク FM g ノワンドトコム七九七アットマーク FM g ノワンドトコムまでお願いいたしますスマートフォンでもお聞きいただくことができますツイキャスやリスラジ配信してますので FM ギノワンを検索してぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいねツイキャスからもコメントお待ちしておりますはい えー、もうね、9月後半に差し掛かってまいりました。だいぶ暑さも落ち着いて、少しね、秋の風を感じるようになったかなという気がします、えー。暑さ、寒さも彼岸までとはね、本当に昔の人はよく言ったなって思います。中秋の名月も過ぎまして、少しずつね、秋に秋めいてきてますよね。えー、世間は3連休です。 えー、今日はね、お出かけして、この放送をお聞きくださってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。働くときはもう全力で働いて、休むときは思いっきり休んで、このね、オン、オフ、これをつけてリフレッシュぜひしてください。ちなみに私はこの連休、お仕事です。<laughs> 絶好調でございます、えー。今日はですね、東京で本講座を開催しております。 えー、なので、自己生産たちと結構ね、遠方からも集まってきていまして、熱く燃えております。まあ、さてさて、今週のテーマなんですけれども、なぜ人脈を増やしても紹介がもらえないのかについてね、話させていただきます。まあ、実はですね、私、Facebook ライブを3日間連続、えーっと、今月18、19、20とね、3日間やりました。 その時にもですね、すごい大きな反響をいただきまして、あ、皆さん紹介ってほしいって思ってるけどあの、きちんと手に入れてられていないとか、あとはうまくそれをこうコントロールできてないとか、マーケティングとして使えてないだとか、なんかもう紹介って難しいなとかって考えてる、感じてる方が非常に多いみたいだなってことまね、ライブを通じて感じました。 なので、えー、少しでも皆さんには発信していって、もっともっとこう皆さんが自分の欲しい紹介をつかんでいただける、まあ、そんな、えー、ことを皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っております。なぜかというと、まあ、紹介ってね、すごいこう力を持った強力な方法なんですよね。周りりのの方おお力がお借りできるという もう本当ね、人はね、一人では生きていけませんし、ビジネスもそうです。一人では、えー、やっていくことができないので、必ず周りにね、協力してくださる方、こういう、それが誰なのかっていうのを特定して、その人と何をするっていうことも明確にすることによって、 自分で紹介を生み出してコントロールすることができるっていう、実はそういう方法がもう開発されています。私はそれを、ね、日本語であの講座を通じて、またコマンサルティングを通じて皆さんにお届けしています。この放送あ、この放送を、ね、お聞きいただいている方々にも、それが少しでも分かったらいいなっていうふうに思っています。で、まあ、皆さんは、まあ、お仕事をされている方も多いと思うんですけれども、 お客様の紹介を増やすために何をしてますか皆さんはお客様の紹介を増やすためには何をしているでしょうか、えー、この間ライブで、ね、質問したら交流会にいろいろ行ってますとかイベント参加してますとかキャンペーンやってますとか DM を打ったりとかチラシを配ったりポスティングしたり SNS を活用してる、えー、などなど本当に、ね、たくさんの今皆さんがやってらっしゃることっていうのを あの書きき込みとかししていただきましただまどれもね、あの有効な方法でもあります。ダメとは言いませんけども、えー、冷静に考えるとね、反応率や実際に見込み客に会える確率っていうのは非常に低いんですよね。なので、可能性の低いことに時間や労力やお金を使うっていうのは、もうこれは本当にお金を 浪費消費消することになっちゃいますよねまたたくさんの人につながりたいっていう思いからあちこちの交流会やイベントに参加する人もいます。でこの交流会やイベントに参加しているっていうこと自体が悪いとは言わないんですけどただ一時的な場所でね出会った人と名刺交換した程度でその後、まあ、連絡とかねやっぱく いいいいくかなっててううのを考えたただきたいと思うんですよねおそらくですよ、交流会とかであって、たく,んたくさん、うん、お召し交換もしたりして、おそらく、うん、その後こう連絡を取る人っていうのは、本当にね、1割もういないんじゃないかなと思うんですよね。うん、つまりまあ9割ぐらいはもうその場でおしまい。 のお礼のメールとかも送らないなんていう人も多いんじゃないですかね。なので、後日ね、もう残ったのは名刺の山。<laughs> で、この山はね、こう、高くはなるんだけど、まあ、実際ねその、この人って誰だっけみたいな、ほとんど誰だったかも覚えてないような状況になっちゃうんじゃないでしょうか。まあ、皆さんが覚えてないってことは、相手も覚えてくれてないんですよね。 なので、そういう,う不毛な時間というか、うーんね、そういうのは全然こう自分の集客とか、ね、お客様につながらないんだったら、そこはもう,う仲良しを見つけに行くっていう場所、<laughs> そう思って行くんだったらいいと思うんですけど、そもそもそこは、ね、ビジネスの紹介をもらいに行く場所ではない。 ということをきちんと理解して、もうそこはもうやらない、決めるのがいいですね。私はもうほとんど交流会って行かないですねあの、まあさんうん。声かけていただいて、単なるなんかそういう名刺交換会みたいなのは全然行かないですね。で、えー、いつまでもいつまでも、もうよく自分,自分がこう、知らない人が集まるようなところに行くっていうのは、 もうね卒業するの方がいいと思います。しかもね、そういうこう、なんていうんだろうな、会場がですよ、会費2000円、3000円とかね、安いところに行ったら、まず有,利有益な紹介も,もらえるなんて、もう何も等しいですからね。なぜ多くの人とつながって、人脈を増やしても、紹介につながらないのかっていうと、 そこをね、一回自分で本気で向き合って考えてみた方がいいですね。これ、考えれば本当、分かることなんですけど、紹介って、周りの方のお力をお借りする、応援してもらうという素晴らしい方法なんですね。そもそも、あなたに力を貸そうとかね、応援する理由っていうのがなければ、自分の大切な人を安易には紹介はしてくれません。 なぜなら、紹介にはリスクもあるからなんですよね。変な人を紹介しちゃったら、自分の信頼を落とすことになるんですよ。えー、あなたに対してもですよ、こう見込み客、あこの人は、例えばあなたのお客様になるかもな、とかって、えー、紹介したとしても、うん、ちゃんとした対応を取ってくれないとか、えー、お客様の方もご満足いただかなかったとかってなると、 いやー、紹介しなきゃよかったとかね、まあ。いろいろそういうトラブルっていうのも、トラブル、うん、まあ事故ですね。こういうのもね、結構起こっているんですよ。えー、ましてやなんかそういうトラブルがあって、自分の信頼を落としちゃうっていうことは、まあ一番怖いですよね。人のために一生懸命ね、やってあげたことが、 なんか無になっちゃうというか、むしろ自分のマイナスになるというのは、そんなリスクがあることを犯してまでやりたいというふうに思わなくなっちゃうんですよね。なので、人脈が広いというのも、これは信頼関係があって、多くの人とつながっている人と、た,あのただ単に、ね、この交流会で会った人の数が多いというのとでは、もう全然質が違ってくるんですよ。人脈の質 コミュニティの普通、そういうのってすごく大事なんですよね。この間、実はね、ある方からメッセージいただいたんですよね。ちょっとね、久しぶりの方だったんですけど、珍しくご連絡いただいて、何だろうと思って、えー、メッセージを読みました。そしたら、えー、あゆみさん、大変ご無沙汰してます。あゆみさんはとっても、 顔が広いし、経営者の人をよく知ってますよね。良い人脈をたくさん持っているっていうのもよく知っています。私は最近、補助金とか助成金を活用した、えー、お仕事を新たに始めました。なので、奥越企業家の社長さんをぜひ紹介してほしいんです。よくあゆみさんは奥越企業家を輩出するって言ってますよね。 クライアントさんそういういい人人何人もいますよねなので、あゆみさんのクライアントの中から、えー、数人でいいので、えー、私のビジネスに興味持つ人、えー、私から補助金申請してほしいというような人をぜひご紹介くださいっていうメッセージでした。うん、なんかね、開いた口が塞がりませんでした。 なんて言うんでしょう。なんかね、もうびっくりしちゃいましたね。なんであなたに私が自分の大事な奥越えをした、ね、クライアントさんを、私のコミュニティメンバーを紹介しなきゃいけないのかなと思って。<laughs> すごい不思議だったんですよね。でこれ解説するとですよ。まず、私とその方にの間には、まあ、もちろん知ってますよ。 知ってますけど、それほどね、信頼関係ないんですよね。数回しかあったことじゃないんですよ。で、相手は、まあ、私を紹介してくださってるんでしょうあ、信頼してくださってるんでしょうけど、私はね、あんま信頼しにくい,いんですよね。うん、全く信頼してないわけじゃないけど、結構ちょっと危ういなと思ってる人ではあるんですよ。 なので、ましてやその人が本業ではなくて、副業的な仕事を始めたばかりで、実績もほとんどない、信頼もないし、実際、実,、えー、っと実績もない、これ、難しいですよね <laughs>。では、じゃ何に対して信頼するのっていうと、まずはね、その人の人柄、ね、その人自身の信頼っていうのもありますし、 企業に対しての信頼っていうのもありますし、商品サービスに対しての信頼っていうのもあるんですよ。でこれ、広く浅くでは全然こう意味がないんですよね。なんで、えー、本当、ちょっとこう知ってる人紹介してください的な軽いラフな感じっていうのは、もうサラリーマン思考というかフリーランス思考なんですね。まあ、こういう人たちって、あの、 なんていうか、ちゃんとこう、本質を、まあ、見てないというか、一回、一回のこう、作業をね、パーツ、パーツ、パーツでやっていらっしゃる方も多いので、全体を見るという力が、うん、ちょっと弱い人も多いんですよね。なので、なんかこう、私が字脈を持ってますみたいなのを、本当、こう、一部のパーツだけで見て、なんかこう、 前後左右、こう360度、いろいろ見回したような行動を今回も取ってないなっていうのはすごい感じたんですよね。単に私を利用したいっていうだけ。なので、まあ、そこはもう本当、丁重にお断りしました。うん、だって、何かあったときやっぱ怖いですからね。また、このね、信頼っていうところで、 何に対して信頼するのってさっきお話ししましたけどあるまた受講生さんのお話し,したんですけどその方の顧問先さんが、えー、事務所をちょっと移転したいんだとでつきましては、えー、先生はこうお知り合い多いのでどっかこうオフィスの仲介をしてくれるようなところを消化してくれませんかって顧問先からあの頼まれたんだそうです。 なのであ,あのいますよって言って、えー、喜んでお手伝いしたらしいんですよね。で、えー、それからしばらくしたら、そのお引っ越しを希望してた顧問先の方が、が社長がですね、もう急にその方のお私の受講生さんのオフィスに急に、えー、訪問してきて、なんていう業者を紹介してくれたんだって言って、すごい怒ってたんだ、そうす。 えー、何があったんですかって聞いたら、えーまあ、紹介されて、実際会ってみて、お願いして、えーっとこう、場所を変えましたと。でも、引っ越しも済んで、そこで、さあ、いよいよお新しくまた仕事を頑張るぞって思ってた矢先、大家さんの方から、 うんそこは商用では使用してはいけないっていう部屋だっていうことを言われたんですよね。これ、も最初からオフィスの移転っていうことの大前提で物件探してるはずなんですけど、まさかの,あの商業用では使ってはいけないっていう物件で、いや、でも入っちゃったし、どうするのってなって、結局、違約金を払ってそこに。 えー、少しね、お世話になるっていうか、その移転先を使うっていうことになっちゃったんですよね。これって、ものすごいダメージだと思いませんで結局、その顧問先さんは、違、ま、約、あ、金を払って、そこをもう使わざるを得ないんですよね。設備とかいろんなこともやってしまったし。で もうその私のクランツさんがどうしましょう、どうやってお詫びしたらいいですかねっていうご相談に来たんです。なので、まあ、ちょっと違約金を全部払うっていうことを、うん、するのが、そのね初回者の人にの責任でやるのかどうかっていうと、まあ、全部が全部その人じゃないと思うんですよね。業者だったりですとか、まあ、ある程度こう、それもね同じコミュニティの中のメンバー同士だったっていうことで、紹介した。 まあそれだけで、同じチームにいるっていうだけで、えー、うんこの人はいいかなとかね、大丈夫かなと思って信用してしまったっていうことなんです。でその時のまの、あ、教訓ですね、その人自身が本当に信頼できる人なのかどうか、そしてこの企業っていうのもちゃんとしてて大丈夫なんだろうか、えー、やってる商品、あの商品サービスの内容はどうだろうか。 この3つがちゃんと信頼できるものって思わないと、本当に紹介をするのはリスクでしかありません。高まっていっちゃいます。これはね、本当に避けるべき、気をつける点ですよね。うん。で、結果ね、どうなったかっていうと、毎夜金もね、あー小物先が払いました。すごくゴリップです。なので、とにかくね、 あのこちらの誠意もまず示す方が大事だから何かねこうちょっと高級なお菓子を持ってお詫びに行ったらいいと思うよまずはっていうことでお詫び行ったりとかしてたんですよねでその後もうん結局もう信頼をもう紹介してあげたがために自分の紹介を本当に 下げ、えー、てしまって、残念ながら顧問契約を切られてしまったんですよね。なので、本当に、ね、誰を紹介するかということはすごく大事だなとうう思っています。なので、その相手に対して、えー、この人、ちゃんと信頼できる人なのかな、企業の体制はどうかな、結構ね、こう運営がずさんとかっていうのもあったりしますから、そういうのって外からだと分かりにくいんですけど、そこはちゃんとリサーチした方がいいですね。 そして商品、サービスはどんなことを扱っているのか。これをですねもうひ広く浅くではなくて、しっかり向き合って、ここを確認して、えー、その上で紹介というのをし,しないと、誰かが苦しい思いをしてしまうことになる。なので、ぜひです、ね、皆さんもちょっとこう今までの行動とか振り返っていただいて、ないろんな人と、ねえー、つながれば。 えー、紹介がもらえるって、まあ、これも、全くないわけではないけど、かなり確率としては低いですよね。なので、もうちょっと、今の活動について見直し、考え直すっていうことが大事じゃないかなっていうふうに思います。なんで、えー、ぜひですね、あの皆さんも、本当の意味でのね、えー、素晴らしいリファーラルを ちゃんとつかめるように頑張っていただきたいと思います。はい。えー、ではですね、えー、番組からのお知らせです。えー、アセンティブジャパンではですね、交流会に入っているものの、本当に欲しい、えー、顧客の紹介を,をもらえない、まあ、そんなお悩みを持っている方々に意図的に紹介を生み出す、そんな仕組みを学ぶ体験セミナー説明会を現在開催しております。えー、このプロジェクトはですね、 新規顧客が列をなすトップ12戦略セミナー説明会、ね。皆さんの前に新しいお客様がどん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 、えー、待ってくれて、ウェイティングリストがいっぱいになる、まあ、そんなトップ12戦略とは何かこれについてお話をさせていただきますで、ね。収益に苦戦している経営者の方ですとか、収益が安定しない方。 交流会に入れば紹介もらえると思ったけど、実際もらえてないメンバーですとかね、ビジネスステージを上げて、えー、労働型収益、収益えー、労働型の、えー、収益から、えー、抜け出したい。プレイヤーから抜け出したい。もうそんな方は本当に必須です。でぜひですね、えー、皆さんが説明会の方にお越しいただければなと思います。私が登壇しております。 でそうすることによって、当てにならない仲間の紹介をずっと待ってるっていうのではなくって、自分で紹介を生み出してコントロールすることができるようになります。また、単に紹介を生み出すっていうことだけではなくって、えー、皆さんの、ね、ビジネスステージを上げていく。で収入も当然上げていきますけれども、ただ、ただ収入、お金を上げていくっていうんじゃなくて、ビジネスステージを上げていくことによって、年収を月収にしていきます。 えー、開催期間は9月29日から10月8日オンラインで開催しております。えー、9月29日から10月8日オンラインでの説明会開催となっております。そしてですね、えー、またちょっと期間を見て、えー、追加公演も今予定しておりますので、またその時にはお知らせいたします。現在、説明会のお申し込みを絶賛受付中です。ぜひ、えー このね、新規顧客が列をなすトップ12戦略セミナー説明会こちらの方にお申し込みいただきたいと思います。えー、その説明会、ご参加いただいた方には、もれなく皆さんに特典、えー、がございます。それはボトルネック診断というね、これは、ね、本当はね門外不出のものなんですけど、今皆さんが、ね、紹介を獲得するためのスキルがどれぐらいあるのか。 どんなところが詰まってて、どんなところは、えー、できているのか、まあ、そんなものを全部チェックする、えー、そういうツールを皆さんにプレゼントしています。実はこれかなり優れものででしたね。これで診断をして、で、さらに、えー、今回は、もう普通ね、あんまりやらないんですけど、その診断結果を見て、私が1時間コンサルをするということもプレゼントさせていただいています。 私との個別対,談対,面,対面での、えー、ミーティング、ねえー、コンサルご希望の方は、ぜひこちらも、ね、説明会の方にお越しいただいて、ボトルネック診断を、えー、ゲットしていただきたいと思います安定な。安定的な紹介を得るために、現在の状況を診断して解説していきますので、もうこれは、ね、ぜひご期待いただきたいと思います。本当これすごいです。 でえー、自分のいいところを、ね、改善して明確にしていきましょう。この説明会に、ね、ご参加いただくだけでも皆さんのビジネスがスケールアップしていく、まあ、そんな内容になってますのでぜひお見逃しなく参加ください申し込み詳細につきましてはアセンティブジャパンホームページの方からお願いいたしままます、はいえー、今週ももおききいいいいたただきまししててありりがととうございました、えー、本当にに、ね、秋とってもいい時期になります。 えー、例えばね、えー、食欲の秋ですとかスポーツの秋ですとかこれからもっともっとこう活発な時期になると思いますので、えー、楽しみながらお過ごしください今日は1週間の始まりです素敵な1週間と1日をお過ごしくださいアメージングビジネススペクタクラーライフお相手は池田あゆみでしたまた来週お会いしましょう今週もいってらっしゃー、はい